はい、こんにちは、作曲家の近藤薫です。本日はですね、僕が所有しているこのギブソンの J45 のお話をですねしたいと思います。よろしくお願いします。はい、アコースティックギターギブソンの J45 なんですけど、ギブソンっていうメーカーはですね、アコースティックギターをやっていない人もなんか聞いたことあるぞっていうぐらい、有名なメーカーだと思います。ギタリストだったら必ず知っているメーカーの一つなんですけども、その中でも、この J45 というのはですね、アコースティックギターの、ギブソンのアコリの中でも、ものすごく人気が高く存在感も、ある、かなり王道のモデルだと思います。まず J45 について簡単にお話ししますと、 J45 というのはですね、1942年に出たモデルだと聞いております。1934年に出た、ジャンボという形のね、後継機、モデルチェンジした、モデルということで、それからですね、いろんな歴史が、あるギターですね。でサイズは16インチの、ラウンドショルダーなんていう形で、それから木はですね、材質はですね、サイドバックとマホガニーっていうね、木を使っていて、この辺のねことに関しては皆さんもよくご存知かなと思いますが、本当にいろんなアーティストがたくさんいろんなステージとかで使っている名器と言えると思います。はい、その J45 と僕との出会いなんですけど、これはですね、僕普段はマーチンの使い手なんですね。マーチンがすごい好きで、もともとテイラーというギターから始めて、マーチン、OM28 というね、他の動画でもいっぱい上げてますが、 OM28 が、自分のメインギターなんですけど、だからギブソンっていうのはですね、どちらかというと、興味がなかったわけじゃないんですけど、買ってまで弾こうっていう気にはならなかったものなんですけども、ある日こうお茶の水、東京のお茶の水ですね、楽器街がバーッとあるんですけど、そこを本当に何を買うと決めたわけでもなく、ずっとブラブラしてたんですね。それが自分がデビューした最初の 1,2 年かなぐらいの時だったと思うんですけど、お茶の水をずっとこういろんな店をブラブラ歩いてる時に、こいつを見つけたんですよね。で、顔がまずね、1963年でいろんなこう人に惹かれてきたギターなので、すごく顔に惹かれたということと、ちょっとこう思想させてくださいって持って鳴らした時の音がですね、とにかく、最初のピックでガーンと弾いたんですよ。その時の音が今でも忘れられないぐらい、の響きをしていてですね、当然、ヴィンテージだったんで、その時でどうでしょう、30万ぐらいだったと思います。高いのか安いのかっていうのがですね、その人の価値観にもよるんですけども、その頃の僕からしてみたら30万ギターに出すってめちゃめちゃ高くて、すぐ買いますっていうわけにいかないぐらいの金額だったんですけど、とにかく、すごくこのギターがいい音がしてですね、そこで散々迷ってですね、結果ローンを組んで、購入してしまったんですね。やっぱりね、ギターって、その前にも何回か失敗してるんですよね。これだと思うギターに出会って、実際買わずに帰って、もう一回問い合わせたらなくなってたとか、だから本当に一期一会ってよく言われますが、同じメーカー、同じ型番でも個体差は絶対あるので、本当にいいなと思うギターに出会ったら、もちろんお金と相談しなくちゃいけないんですけども、なんとか手にする方向で考えた方がいいなっていうのを、ちょっとずっとね、思っていまして、でその時も、後悔したくないと思ってですね、ギブソン持ってなかったですし、当然デビューしたばっかでこれからプロとして頑張っていくっていう気持ちもあったので、1本ぐらい持っててもいいなと思って、購入しました。はい、そんな出会いがある J45、ですけども、これ、購入した時と大きく違うのが、ここにあるこのサドルなんですけど、アジャスタブルブリッジっていうのはですね、1963年のモデルは標準搭載してたのかな。アジャスタブルブリッジって、この画像に、出てると思いますけども、ここに、両端にスクリューが、入っていて、マイナスドライバーでこう動かすことによって、弦高を調整できるっていう、とても便利な、もので、1960年ぐらい、50年代の後半なのかな、
60年代ぐらいから標準搭載をして始めて、それから数年してまたあの普通の状態に戻ったらしいんですけど、僕が買ったまあ、これは1963年なので、まあ、普通にそういうアジャスタブルブリッジがついてたんですね、まあ、ものすごくそれも風格があって、気に入っていたんですけど、なんか双方的にですね、僕の双方的に、ここにスクリューがついているとここにこう落ちづらくて、なんかってこうやるときにすごくここがですね痛いというか落ちづらい感じがあったので、すごく迷ったんですけど、まあ引きやすいとかね、そっちの方が重要ですし、ここをサドルをこの普通の通常のモデルに、交換しました。はい、これが大きく変えたところですね。でこれがこうなったことによってこのハーフミュートみたいなのがすごくしやすくて、まあ、僕 の, あの弾き方双方的にこの辺でハーフミュートするからなのかもしれないですけど、それがですねすごくやりやすくなった印象があります。あとまあ改造という意味ではピックアップをね、当然というかライブでも使っているので、搭載しています。ピックアップはですね、M ファクトリーというね、これも他の動画で、ちょっと紹介したりしていますが、 M ファクトリーというピックアップを、搭載しております。はい、そんなね J45 ですけども、この J45 というギターは、まあ、世の中にたくさん本数が流通していて、まあ、ギタリスト、アコースティックギタリストなら自分が持ってないにしても一度は触ったことがあるんじゃないかなっていうぐらいの、モデルなんですけども、冒頭でも言いましたが同じ型番でも個体差がありますので、特にヴィンテージっていうのはその個体差っていうのはすごく出ている楽器だと思います。でこの前オーナーがどういうふうに弾いていたかだとか、どういうふうに管理していたかっていうことでも変わると思いますし、まあ、自分の管理スタイルでもね当然変わってくると思うし、長ければ長いほど、同じ型番でも、全然違う音がしてくる、違うギターになってくるっていうふうに、思っています。なので、このギターはあの時、まあ、一期一会って言いましたが、あの時に結構苦労してね、買ったんですけど、今でも、まあ、後悔せずにというか逆に買ってよかったなと思って、ライブとかでもレコーディングでも使っています。はい、以上はね本日の話となります。まあ、ギターはね一期一会、いいなと思ったら当然簡単に買えるような金額のものじゃないかもしれないですけども、その気持ちをちょっとね大事に一回考えてみると後から後悔しないかなっていうことが、ありますので、ぜひですねギターを探している方がいらっしゃったらその辺の衝動をですね大事に選んでみるといいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。